の人はただの気まぐれで助けてくれただけ。偶然私を助けてくれただけ。それ以上でもそれ以下でもない。だから私は逃げればいい。善意なんてこの世にはない。そろそろ抵抗をやめてはどうだ。まだまだだろうな。短い時間だったが、お前はなかなかの忍びだと分かった。敬意を表し、こちらも本気で相手をしよう。カルトン王戦神の術。くそ、ここまでかよ。けどあいつが逃げられたなら、それで。アマテラス。ナナシ。やはりいたか。お前、なんで。俺が戦ってる隙に逃げてりゃよかったのに。わからない。私だってわからない。でも。偶然でも気まぐれでも、私を助けてくれる人は今まで誰もいなかったから。それにナナシ、貴様、我々に盾つくとどうなるか分かっているのか。一族を裏切る者には重い処罰だ。いいな。私うるせえってばさ。ここにいるナナシはもうお前らが知ってるウチハナナシじゃねえんだよ。誰から命令されたわけじゃねえ。自分で決めて自分でここに戻ってきた。しかもお前たちに降参するためじゃねえ。自分の道を歩くためだ。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。それにな、どんなことも諦めなければ道は開くもんだ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。ナナシ、そう、自分で決めて自分で作っていくのが私自身の運命だとするなら、あなたと共に戦うことを決めるのも私自身。なぜ初めて会ったあなたの言葉にこうも心が熱くなるのか、今この場でもわからない。今まで会ったいろんな人たちの中で、あなたは、あなたの言葉は違う。なぜだかそう思った。だから今だけは私は私の運命のために戦う。お前、手を。ヤチホコってやつか、これ。私が集めたチャクラをあなたに渡した。やれるよね。できねえことがあるかよ。絶対勝つ。ナナシが敵に回るとは厄介だが、
奴を逃すわけにはいかん。これが最後の戦いだ。行くぞ。まさかヤチホクを使うとは。気をつけろ。ヤチホクを使ったとなればあのガキはかなりの強さを手に入れたということになる。ただし勝手な真似を。勝手？違う。ナナシはやりたいことを自分で決めてやったんだ。そこにお前たちの許可なんていらねえ。自分にやるのはナナシが人間だからだ。ナナシはもうお前たちが操る兵器なんかじゃねえんだよ。ナナシ大丈夫か。行くぞ。ちょっと行くぞ。また一緒にいるから大丈夫。もっともっと飛ばしていくぜ。わかった。行け。調子に乗り上がってる。こいつら何なんだ。目の前にあるんだってばさ。ナナシの自由がずっと目の前まで来たんだ。ここまで来たんだ。最後の最後で負けちまうなんてそんなカッコ悪いことできっかよ。お前らを倒してそれナナシの本当の道を切り開く。それが今できる俺の最大限だ。やっか。ハトン豪華級の術。行くぞ。アマテラス。これでも食らえ。燃えろ焼き尽くす。アマテラス行け。行くぞ。よしこれでナナシは。まさかあんなガキどもに。ここまで来ればもう大丈夫だろう。信じられない。本当に逃げられたの？ああ、これでお前は自由だ。自由。俺ができんのはここまでだ。え？一緒に来てくれるんじゃないの？悪いな、ちょっと事情があって一緒には行けねえんだよ。あなた何者なの？詳しくは教えらんねえけど、とにかくお前を自由にしたかったんだ。なんで？なんで私なんかのためにここまで。俺にとっちゃ私なんかっていうような安っぽい関係じゃねえんだ。お前は俺にとって大切な友達だ。だからお前を助けたかった。命を懸けてでも。あれが新しい兵器だとよ。あの人何？あれには話しかけちゃダメよ、危険だから。顔色変えずに人を倒していくらしいぜ。まあ上役がうまく使ってくれるだろう。
今のお前に言っても意味わかんねえよな。でも俺にとっちゃお前はお前だ。そこは絶対に変わらねえ。だから、どうしたよ。私はずっと一人で、ずっとずっと暗い場所にいて、みんながまるで人として見てくれていなくて、誰も味方が、誰も味方なんていないって思ってた。でも偶然でもない、気まぐれでもない、私を助け出してくれる人がここにいた。私を友達と言ってくれる人がここにいた。私は今まで生きててよかった。私を助けてくれてありがとう。私を自由にしてくれてありがとう。ああ。なあ、畜生。もう時間か。何？悔しいけど、これでお前とはお別れだ。けど、最後に伝えとかなきゃいけねえことがある。いいか、お前はもう七死なんかじゃねえ。光、内葉光だ。お前の父ちゃんと母ちゃんがつけてくれた本当の名前で、新しい場所で、太陽の下で生きるんだ。そんで、人界は辛いことばかりじゃねえってこと分かってほしいってばさ。待ってよ。やだ、行かないでよ。私はあなたのこと何も知らないのに、名前すら。そんなんじゃ私何も。渦巻きボルト、いいか、俺たちは離れ離れでもずっと友達だ。お前は絶対に一人なんかじゃねえ。忘れんな。俺はずっとお前を応援してっからな。ボルト、やだ、行かないでよ、ボルト。絶対幸せになれよ、内葉光。朝か。今日は任務だったな。
集合場所は？ん？木の葉の門。それなら遅刻しないわね。じゃあ行ってくる。気をつけてね。こうして集まるのは久しぶりだな。久しぶりなのは木の葉丸の兄ちゃんだけだけどな。ずっと他の任務に入ってましたよね。何してたんですか？ある地下組織の情報が入ってな。それの掃討作戦に加わっていたんだ。これ地下組織って？なんと言ったか、確かゼロとか名乗ってたかな。いろいろと企てていたようだが、すぐに鎮圧できたよ。サスケさんの助けもあったしな。え、パパも参加してたんですか？ああ、近々家に帰ると言ってたぞ。これやった！おお、喜んじゃって。まあ何、娘が喜んじゃダメだっての？別に、ただお前の反応を珍しがっただけだよ。っていうか、あんただってパパに会えるの嬉しいんじゃない？まあな、今度は何を教えてもらおうか悩んじまうよな。サスケさんを追う身としては、やっぱサスケさんが使う術は全部押さえときてしよう。だから今度教えてもらう術は。んだよ。いや、なんか今日のボルトは心なしかいつもより明るいと思ってね。あ、美月も思った？声が軽いんだよね、なんとなく。あんた、なんかあった？いや、特に何も。何それ、理由もなく明るくなってるわけ？それが俺も不思議なんだよな。今日朝起きた時から自然と心がポカポカするっていうかさ。意味わかんないんだけど。俺だってわけわかんねえよ。この木の葉丸先生、一人変なやつがいます。言ってえな。ったく、お前らは相変わらず仲がいいな。これどこが？どこがさて、雑談はこれくらいでいいだろう。そろそろ任務に向かうぞ。よし、今日はささっと終わらせてパパを迎える準備しないと。気合い入れなよ、ボルト、ミツキ。おうよ。それじゃあ出発だ。これどうしたの？いや、今日はやたらと太陽があったけえなと思ってさ。そう？さ、行こうぜ。今日は忙しくなりそうだってばさ。
入るぜ。ん？会議の準備ができた。そろそろ行くぞ。え、もうそんな時間か？何読んでたんだよ。この前、書物室で新しく見つかった巻物だ。戦国時代の裏側について焦点が当てられた珍しい内容になってたよ。そんなもん、なんでお前が？それが、最後の最後で気になることが書いてあんだよ。それで俺んとこまで確認が来たんだ。なんだそれ。後でお前も見てくれよ。なんであいつのことが書いてあんのか、俺もさっぱり意味が分かんなくてよ。はあ？戦国期に内派一族という血のしがらみを抜け、自分の足で生きた一人の女性についてその記録を記す。その女性はかつて兵器として利用され生きていた。しかしある満月の夜、意を決し一族を脱する。その時から名を改め、新たなる人生を歩むことになる。自由の身になった後、彼女は戦いに利用されることはなく質素に、けれども日の当たることを喜び、優しさの中で暮らした。草木と共に川の流れに揺られ、人に囲まれ、普通であることをかみしめながら。彼女は過去について話すことは滅多になかったが、ある出来事だけは嬉しそうに周りに話をしたという。その逸話の一部と彼女が残した言葉を記し、ここに筆を置こう。兵器として利用され、人として生きる意味のない日々。延々と続く闇の中で、突然現れた若き忍びが運命について教えてくれました。彼がくれた励ましの言葉は、私の中でいつまでも温かな光を与えてくれています。あれから再会は叶っていません。どこから来たのかも分かっていません。だから自分の運命を歩める喜びと幸せへの感謝が、いつの日にか彼に届くと信じ、私の思いを日の光に預けておきます。どうか私の大切な友達。渦巻ボルトに届きますように。